ラッキークッキーもんじゃ焼き、ラッキークッキーやしろあき、ラッキーボーイ、やっていきましょう。ちなみについてない陽一くんのラッキーマンとは全く関係のないゲームです。まあこの絵柄で、あの人のゲームだっていうのがね、わかりやすいですね。120円入れて、お金足りない。でも釣り口を見ろ、そこに何かがあるぞ。使っちゃダメだろうと思うかもしれないけどもそういうツッコミはと。あれ、こいつにあげればいいのね。ポケットに入ってることにしたなるほど、このラッキーボーイが入ってるお釣りを横領したってわけじゃなく、あくまで神が優しさであげたという。なるほど、それならこいつは罪には問われない。第2話、雨時々、傘が、取りまして、まずこいつに持たせる。で、どっちの女の子に声かける？じゃあちょっとインランっぽいピンクの子に。じゃん。やったー。大きい傘が、こっちだね。よーし、これで3人で入れるぞ。お嬢さん、お入りなさい。3の P ですね。ありがとうございます。ルンルンルン、ラッキーボーイ。この後すごいことが起きたんだろうな。ジョニー・ジョースターみたいに最高だったって言っちゃうんだろうな第3話、ゼリー争奪バトル。これは、相手がチョキを出そうとしてる。じゃあこれを変えなきゃ。あれ、グーに変えろよ。どうやったら変えられる？グー要素は、自撮りしてる、かわいい。だんだん移動してパシャパシャパシャ。なんでめっちゃ汗かいてるんだ。お、何かに気づいたぞ。 V、 なるほど、これで俺の出す手はチョキになってない。なるほど、考えてるけども俺がチョキになったことによりあいつらは、お、こいつチョキ出してるバカだぜ、じゃあグー出そうってなってるけども、はい、じゃんけんのぽい。なにやったぜ、ラッキー。第4話、トイレの神様。漏れる漏れる。漏らした、アンラッキー。これは何か、単に3分の1の確率なのか。ダメですね。他のマップに行くこともできず。お、ティッシュが。これでポチャ。いらね、トイレットペーパーあります。いらね、こっちもトイレットペーパーあります。助かったぜ。危うく紙がないから手で拭いてもったいないから食べちゃうとこだったよーと。しかし俺の分のティッシュはあるのか。あげちゃって、ブリ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 。あ、なるほど、紙がなかったから横のから拝借してと。ふう、休止に一生を得たぜ。第5話、ゲームおねだり。にゃんたんどーすウォッチが3万円取ってますね。そう、ガシャ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 。まあ大おこ大おこってなんだ大激怒と激おこをね一緒に落としちゃったら大おこって。まず店員のお姉さんをナンパして、ダメか。お、プラプラ。これ、ブチブチドコーン。なんてこった。迷子のののお知らせをわわ。お伝えたいたい。しません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 。奥さん、僕と不倫しませんか。いやよ。イケメンの店員。でも、ママがちょっとまんざらでもない雰囲気。
この状態で、ねえママ買って、不倫見逃してあげるから買って、奥さん今なら4万円のところが3万円っていう偽の二重表記で安く見せてますよ。じゃあ買うわ、やったぜ、ラッキー。2ステージ目第6話、卵の中身はアイテムゲット、割る、はい、パッカー、あーちょっと握力がありすぎた、アンラッキー。熱いでしょ、これ卵、下のパックは、お、いっぱいある、これ一つとんでもなくでかい卵なんじゃ。おお、双子だ、やった、ラッキー。横のゆで卵は関係ないのかい。お、ラピュタ食いしてるこのアプリ優しいのがスマホゲーって結構さ、姑息なのがタップしそうなタイミングで広告入ったりとかさ、うん、せっかくいいところでってところでさ広告入ったりするけども、ちゃんと CM 入りますっていうね、うん、教えてくれるのがありがたい。で、四つ葉のクローバー探しかな。とりあえずこいつの友達のケツを触って、ダメか、ごそごそ三つ葉、とりあえずこのテントウムシを、テントウムシのブローチを目玉の代わりにしようか。そんなゴールドエクスペリエンスごっこはできないか。で、こいつを虫眼鏡で焼く、ダメか、ないね、ん、解除したいんだけど、あ、これで普通に取ってよかったの。あれ、四つ葉のクローバーゲットしたけども、ミミズ、今のでクリアにはならないのか。お、手元に置いてあげる。第8話、雨上がりにご注意、車が水を跳ねてくるんだろうな。ストップ、この状態じゃスタートしてもいいものかどうか。ダメですね、しゃがめってことか。パンツを下ろす、ダメか、ん、あ、靴ひもが結び直さないと、と。お、しかもそこに100円がダブルラッキー。第9話、モーニングッドな占い、目覚ましテレビ、なんかチャンネル変えようわあ、占い見逃した、悪い結果をね見ずに済んだっていう、ポジティブに捉えようよ。獅子座と見せかけて、このライオンくんをどこに、僕は熊太陽、ウィナーもらおう、ダメか、次は星座占いです、まずは12、はい、ラッキー星座はペタ、あら、そうなの、これで戻って、今日の1位は獅子座です。でもその後に12位の方は修正してないから、12位もあれ、まあいいか、獅子座ですってなってまあそのあたりは見なかったことにしよう。第10話、漫画、返却口にないか、2巻だけがない、器用な座り方してんな自撮りっ子たち、あ、シーして、ガラガラガラ、お、ちょうど2巻を返しに来たところか。で、返却口に2巻だ、これ借ります。11話、
アイスのあたり